こんにちは、速稼塾の久保です。お金持ちはね、やっぱり羨ましいなと思う気持ちが私も強いです。それは昔から変わらず、今もお金持ちは羨ましいという気持ちがありますね。で、羨ましいと思った後なんですよ。どうすればいいか。その羨ましいという気持ちを妬みとか嫉妬、いわゆるね、攻撃のエネルギーに変えていくのか、それとも羨ましいからそれを手繰り寄せていこうかなって思うかどうかなんですよね。で、思えばね、私もね、2012年か3年のことだったんですけども、確かね、こういう本だったと思うんですけども、54ヶ月でヒルズ族っていうね、そういうタイトルの本を読ませていただきました。これはですね、大阪西成で、ちょっと4畳半で恵まれない暮らしを送っていた20代のね、若き起業家が、全然お金に恵まれなかったんですけども、ある日、テレビの一室で、一室のテレビでね、自室のテレビで、堀江さんを見たそうなんですよ。で、堀江貴文さんがライブドアでイケイケでやってる時に、あ、くそ、俺がこんなに恵まれない暮らししてるのに、こいつ金持ちになって女子アナと合コンばっかりしやがってですからね、ものすごい嫉妬のエネルギーに燃えて、よし、俺も金持ちになってやるぜみたいな感じで思い立ってから、54ヶ月後には六本木ヒルズのレジデンスに住んでいたというね。で、未だに六本木ヒルズ10年以上住んでるんですよ。確かね、家賃が80万のところに住んでるんで、1年間で1000万の家賃なんですよね。ですんで、10年以上住んでたら1億円以上の家賃を払ってるってことなんですよ。家賃だけでもこれすごいですよね。そういう風なね、物語を見て、あ、54ヶ月でどんなに恵まれないところからも恵まれないところからも金持ちになることができるんだなと私も思いまして、自分もね、そうなってやろうと思ったのがその時だったんですよ。ただね、やっぱり54ヶ月っていうと、だって4年とか5年でしょ。そんな4年5年頑張ることできるかな俺みたいなことで自信がなかったんですよね。相当自信がありませんでした。4年も5年も金持ちになるために一心不乱にできるほど、そんな何かをやり通した人生は私を振り返ってもね、それまでの30数年なかったものですから、いやー無理かなと思いましたね、正直ね。しかもその5年に取り組むのはやっぱやりたくないなと思いました。ですんでね、その時に六本木ヒルズ社長、その本を書いた方が土屋博士さんって方なんですけども、その方のネットビジネス塾に入るのを躊躇した覚えがあるんですよ。躊躇したんだけども、他に方法がないし、ね、吉谷さん、店舗をやるっていうのはもっと難しいわけなんですよ。で、今感染症騒動でいろんな苦しい思いされてる店舗さんいらっしゃいますけども、私の場合は感染症なんてなくても広島の一等地でお店をやっていても潰れましたからね。一回も黒字になることはなかったですね。で、結局3000万ほどの借金を抱えて、で、人材教育もしたし、募集もしたし、他店競合をね、MR、競合店リサーチもしたし、研修にもいろんなとこ行かせてもらいましたしね、設備も整えたりとか、掃除も細かくやったりとか、サービス券作ったりとか、それこそいろんな知恵を駆使して、従業員さんには最大限の教育をしてね、で、一人一人の不満に向き合いながら、自分の私利私欲を無視して、なんとかね、利益がつかないかなとか、それからまあ言ってみればね、移り気で気まぐれなお客さんがどうしたらうちの常連さんになってくれるかなと、それこそね、捨て身でいろいろとやっていきました。いやーでもね、うまくいかなかったですね。それに比べたら YouTube をやってればいいというね、このネットビジネス生活ってのは楽勝すぎますよ、はっきり言って。ですんでね、店舗を経営したことのある方とか、会社を経営したことのある方、それとか会社員として10年以上お勤めになっている方とか、その方のね、根性とか一心不乱の精神があれば、ネットビジネスで成功することなんて、もう、楽勝すぎる楽勝ですよ。さっき言いましたように、私ね、5年間もやらないと、そんなね、ヒルズ族とは言わないけども、お金の問題から、脱出することができないんだったら、いや、できるかなと思って躊躇したんですよ。でも今、2020年9月に振り返ってみると、私もね、もう7年とか8年この暮らししてるんですよね。考えてみると、私がこの一戸建てに移ってきて、借金を全て返済して、滞納した税金を全て払ってね、もう綺麗ちゃんちゃんになって、今では、クレジットカードのプラチナのインビテーションが届くまでになったのに、まあ、本当にね、今7年目とか8年目なんですけども、考えてみると、それまでの人生を清算してお金の悩みから脱出するのに、振り返ると5年はかかってたなと思うと、ヒルズ社長とね、同じぐらいの、時間はかけてきたんだなと思うんですよ。で、動機としては羨ましいっていう気持ちだったんですよね。羨ましいって気持ちを、あいつはできていいよねと、自分の気持ちなんて全然分かってくんないよねと、俺の状況は特別なんだから、こんなね、一足飛びに行ったような運のいい人と違うんだっていうふうに思うのか、それともこんな人でも5年間ぐらいで這い上がっていけるんだ、
だったら自分の人生の残りが30年あるとして、そのうちの5年間を目いっぱいかけて、残りのね25年間を最高潮の自分で過ごすのも悪くないなと思って、その運命を手繰り寄せるか、大きな差ができると思うんですよね。さあ今日のまとめになりますけども、一つはね、今日二つまとめを言いますけども、一つは羨ましいという気持ちを妬みという攻撃に変えるのか、憧れという這い上がる気持ちに変えるのか、これは非常に大きな問題が、大きな分かれ道だと思います。私は憧れに変えましたね。そしてその憧れを実現して今いると思います。それが一つですね。もう一つは仕事の難しさ簡単さなんですけども、相対的な作業量とか精神を病んでしまうとか悩みとかってことを考えると、店舗や会社を経営したりとか店舗や会社に勤めに行くよりも YouTube 一本を一生懸命やるのが非常に楽ですよ。それこそ情報発信ってジャンルは何でもいいわけですからね。それこそね、例えばね、これ見てください。30年以上前の本、この本をネタに情報発信してもいいんですよ。逆にこの本っていうのが市場に流通してないから希少価値を生むかもしれませんね。宇宙戦艦ヤマトの大百科みたいなね。これね、紙の質もあんまり良くない。こういうのとかね。見てください、これ。イデオンのカセットテープ。ね、BGM 集。これはね、もう今ね、どこ探してもないですよ。ヤフオク行ったってメルカリってないですよ。で、これをネタに喋るとかね。古いものでもネタになるんですよ。かと思ったら、そこそこ新しいもの。与沢翼さんのぶち抜く力ね。じゃあこれを読んで思ったことを発信する。でもいろんな人のね参考になるわけですよね。まだまだネタはありますよ。これなんだろう。なんかねすごいのが出てきました。ネオヒルズジャパン。ね、なんでもネタになるわけですよ。うん、それこそね、こういうのはどうですかね。はい。私がね中学校の時にドキドキした漫画、やる気がないとですね。あ、これちょっと中身はねあまり見せられないんですけども、ちょっとお色気の少年漫画ですね。こういうのをネタに読んだ感想を喋りまくるとかね、当時どう思っていたかっていうのを発信するだけでもアクセスを集めることができるんですよね。で、アクセスが集まったら今度は自分の言いたいこと、本題を訴えかけていくっていうことで、情報発信っていうのが完成すると思います。ぜひね、店舗でお悩みの方とか会社経営でお悩みの方、そして自分の仕事に疑問を持った方、情報発信をするところから始めてみてはいかがでしょうか。最近ではですね、厚生労働省とか省庁ですとかね、いわゆる官僚の方が中退して、官僚のひどいブラックなね労働条件、このひどさ、それとか大臣とか政権の批判っていうのをポロッとね、記者さんに、雑誌記者さんに流してるそうなんですよ。そのネタっていうのが数百万で売れるらしいんですよね。そしてその記事を書くとやっぱりね数十万アクセスっていうのを集めるらしいんですよ。まあ、ですんでね、こんな厳しい状況でやってられるかっていうのもネタとアクセスになるんですよ。で、もちろんこれね、中小企業で起きてることも同じですよ。中小企業で起きてることこそ多くの中小企業の他でお勤めの方の共感を呼ぶと思いますんで、どんな方でもどんな状況からでも今置かれている自分の状況っていうのは大いに発信するべきだと私は思います。その後ね、発信した後に反応を見ながらネタを変えていけばいいわけなんですよ。情報発信って今日発信したことと明日の発信したこと、一貫性がなくても全く構わないわけですから。昨日はこんなこと言いましたけども、実はこんな風に思ってますでいいわけなんですよ。転換できるわけですから。今まではこう思ってたけど、私はね、考え方改めてこういう風に考えることにしました。それもいいわけですからね。まあ、ですんで、お前昔こんなこと言ってたじゃないかって批判にね、全然負ける必要はないです。考え方が変わったでいいんですよ。これからこういうふうに生きていこうと決めましたでいいんですよ。ということでね、今日は情報発信の大切さについて、そして羨ましいという言葉の、ね、定義についてお話してみました。いってらっしゃい。